はい。昨日から始まりました若さのマイドラ毎日ドラゴンズをお伝えするのでマイドラですそしてあまり野球には詳しくない方でもこのコーナーでやがてはマイドラゴンズと言ってもらえるぐらいドラゴンズを好きになってもらおうという趣旨です若さん。はい、日曜日ですか今日は <laughs> え今日火曜日ね火曜日ですかそうそうごめんなさいあれサンデードラゴンズ週に1回だったでしょはい 物足りないから毎日です毎 <laughs> ドラで毎日いきます今週のテーマはこちらです <laughs> せっかくですから東海三県出身の選手を好きになってもらおうということで地元選手のまるまる愛ということで特集しています昨日はこちら愛知県半田市出身の石川貴也選手を取り上げましたが今日はこの人です岐阜県日田市出身の根尾昭投手です知らない方はあまりいないと思うんですが改めて ネオ投市というと日田市出身なんですがこれは現在の日田市河合町で旧河合村なんですねで人口が今785人ですよ千人いってないんですねえ、のどかなこの山合の町からスーパースター誕生なんですよねでここ見てくださいプロ野球選手なんですが中学時代にスキーで 全国優勝した経験もあるということなんですあれじゃあこれスキーでオリンピックを目指すという手もありましたよね本当そうなんですよ、はい、スキーヤーとしても注目されていたんですが彼野球が好きということで<ー>岐阜県から大阪の名門大阪東院高校に入りドラゴンズリードラフト1位で入りました神スマイル笑顔が素敵です未来のエース候補のネオ投手が何が好きかというとこちら 温泉大好きなんですねそうなんですねお風呂大好きなんです親近感湧きます私も大好きなんですよそうですか、はい、では参りましょうネオ島主スキー場も多くある日田で生まれ育ったからこそ温泉愛たっぷりなんですよく温泉が出るところにスキー場あるんではい、結構いろんなスキー場のそういう温泉とか使いに行くの結構好きでしたね 幼少期全国のスキー場を飛び回った根尾投手、九しの温泉は温泉っていう、うですか福井県、めちゃくちゃ良かったですね、結構暑かったんですけど、僕が入ったこところは一晩で疲れ取れたなっていうのは、別にそれを慣れに行ってるわけじゃないですけど、すべすべ慣れに行ってるわけじゃないですよ。 いかがですか。滑すべなりにいってるわけじゃないんですかね。<laughs> そこを全力で否定してました <laughs>。あくまで疲れを癒しに行ったという福井県の崩流温泉なんですが、効果高能を皆さんにもご紹介しましょう、はい。疲労回復、神経痛、冷え症などということで厳選100%の温泉水なんですよね、うん。そしてこういった温泉ザ温泉も好きなネオ投手なんですが、地元にある。 日田市にも幼少期からよく通っていた入浴施設があるんですそれがこちらですニューーハウスです老若男女問わずというか、はい、保育園の子からじいちゃんばあちゃんまでみんな、はい、地元の方々が来られるところで、ね、大好きでしたね、まあ、ご飯も食べれるんですけど結構地元の味噌使ったりとかしてて最近もはい 帰,ろう帰って食べようかなと思ったんですけどちょっとあの時と合わず <laughs> 食べれずあショックって感じですお風呂好きの山瀬さん、はい、気が合いそうでしょ <laughs> そうですね <laughs> ただ定休日、知りたいですよ、うん、定休日、ね、ここ月曜日と木曜日あらら野球選手、結構月曜日休みの日があるので、はい、ちょっとしたら定休日と被ってしまったのかもしれません、ネオ投手が大好きなメニュー、マグロほうば焼き定食なんですが、これね、マグロがなかなか入手困難ということで一旦メニューから消えたんですが、はあ、ネオ投手が亡くなったことを寂しがっていると聞いた施設の方が復活させたと。え 復活したんですね<活>地元の方の愛じゃないですかそうなんですよ、すだから野球のこと、はよくわからないけども、うん、私、お風呂は好きだなという方は、ぜひ根尾投しから入っていただきたいと思います。さあこちら 来週今週のですね地元選手明日はですね祖父江大輔投手を取り上げますこのコーナーを見て新たにドラゴンズファンになりましたという方を教えてくださいホームページからいろいろな意見感想など写真とともにお送りくださいさあ今日は地元バンテリンドーム名古屋本拠地開幕戦です今日の先発ピッチャー小笠原信之助投手なんですがこれもですね マイドラ風におすすめポイント変な写真でしょこれ太ももに注目していただきたいというのは小笠原投手入団したての頃この太もも周り69センチなんですよ、はい、これが太いということでなんと太ももクッションが販売されたというぐらいぜひ皆さん見るんなら太ももをご覧いただきたいわ <laughs> かりました太ももですね覚えておきます見ていただきたいと思います, <laughs> ますそして今日の練習風景も入ってきました 試合前の打撃練習なんですけれども中田翔選手が一体どんなバッティングを見せるのか注目なんですが今日は三好、田中の1、2番高橋周平、中田さらには細川、上林木下、村松、小笠原というオーダーです。是非本拠地開幕戦は勝利でで飾っていいいたたただきたいと思います以上マイドラでした